こんにちは、佐藤正弘、地主株式会社所属です。41歳の時です、初めてシングルス全日本ベテランを優勝できた時に NHK の取材が来ました。その時の取材の中で、佐藤正弘さん、日本一になりましたが次はどこに向かいますかって言われた時に出た言葉が世界一です。その時僕は世界のランキング対象大会があるということは全く知らず、自分で言った後に調べて、そこからそれがあるということを確信して、そこに向かってこの ITF という大会に出るようになりました。はい。全日本と、掛け持ちで行こうと思ってたんですけども、やはりその世界選手権をメインで行こうとなるとちょうど時期が同じになってしまったり、まあコートのサービスが違ったりとか、まあ、なんかその言い訳要因がすごく多かったので、やっぱり言い訳したくないから、その世界の方に、目指そうと。で、まずは個人戦でどこまで行けるかのチャレンジをしているところです。自分はまあコーチとして参加をさせていただくんですけども、はい、初めての参加というか憧れの舞台ですよね。はい、僕らが今試合回ってた時に世界選手権の団体戦に日本の国旗がない、このすごい寂しいっていうことをずっと言っていたら、まあ世界選手権を日本でやるにはどうしたらいいんだなっていう話もね、ちらっと出てた時に、じゃあ一度やってみないと分かんないよねなんていうところから今回の話が出て、45歳の年齢が一番誘いやすかったというか、有本がいたので、有本を基準に今45歳以上で活躍しているのは誰だろうと考えた時に、福田勝選手がまずは去年世界選手権を見ながら、この選手と福田勝選手がやったらどうなんだろうっていうのがまず、イメージがあって、福田勝選手出てみないか、多分日本のテニス界の方たちも福田勝選手のね、レジェンドぶりはもう知ってると思うんで、誰も文句をね、言いようがないと思うんですよね。だから、まず福田勝選手と、去年の全日本ベテランで45歳以上で優勝した右近選手、準優勝の細川選手を、まずは声をかけて、で、もしこの中で誰も出ない、誰か出ないっていう人がいるんであれば、まあ僕も、出させていただけないかな、なんていうちょっと甘い考えで、しっかりと全員が出るということで、仕事を調整してくれて、今回、ベストメンバーで行くことになったと思います。はい。それはもうね、日本を全てをかけていくわけですから、優勝を目指して、もう手が痛くなるまで、次の週の個人戦で、使えるぐらいまでは手を残しておいて拍手して、声かけて、優勝に導きたいと思っています。たくさんの方が、このご視聴していただいていると思うんですけども、まずテニスファンの方で、テニスをやってる人たちで、やっぱりその年齢がね、ある程度いってる人は特にその気になるところかなと。プロの、そのもっと上のね、選手たちっていうのはちょっとこう真似はできないぐらい、もうベテラン、ナダル、ね、錦織選手にもう本当にいろんな強い選手がいる中で、ちょっとそこは難しいかなって思うかもしれないですけど、僕らっていうのは本当にアマチュアに近いプロだったり、アマチュアだったり、今、その中で、日本の一応、トップを走っている、ベテランのトップを走っている選手です。どのぐらいできるかっていうところがすごく気になると思うので、まず応援していただいて、そして、できれば画面でね、そういうものを配信していけたらと思っておりますので、ぜひ応援してください。僕たちは全力を出して、日本を背負って行ってきます。頑張ります。よろしくお願いします。